引き続き、ゲオスーパーセールで買ってきた戦利品たちを、紹介しようと思います。大きな目玉としては、中古ゲーム機はすべて2000円オフ、中古ゲームソフトも980円以下は半額になるという、スペシャルスーパーなセールだったのです。今回は、動画の後編となります。ぜひ最後までお楽しみください。1本目は、3DS、カルドセプト。箱あり、取説あり、ソフトの状態は綺麗です。ネット価格は、400円。購入価格は、240円でした。満足度は、星、3つ。カードで戦うボードゲーム。最新作リボルトも 3DS で発売中。興味はあったけど買えてなかったソフトなら、こういうセール時に買うのもありでしょう。同じ予算でも、がっぽり買えますね。2本目は、任天堂 DS、ヨッシーアイランド DS。箱あり、取説あり、ソフトの状態は普通です。ネット価格は、630円。購入価格は、440円でした。満足度は、星、3つ。スーファミで発売された名作の正当な続編作品。取扱説明書やパッケージに、少し痛みありでしたが、ワンコインで買えたので、まあ、ヨッシーとしましょう。3本目は、任天堂 DS、マリオ&ルイージ RPG2。箱あり、取説なし、ソフトの状態は普通です。ネット価格は、1500円。購入価格は、390円でした。満足度は、星、2つ。安定した面白さのあるマリオ&ルイージ RPG シリーズ第2弾。ゲオの値札シールには、パッケージや取扱説明書の有無が書かれているので、よく確認してから買いましょう。4本目は、任天堂 DS、流星のロックマン、ペガサス。箱あり、取説あり、ソフトの状態は綺麗です。ネット価格は、700円。購入価格は、240円でした。満足度は、星、3つ。ロックマンシリーズ20周年記念として作られ、ロックマンエグゼのシステムを踏襲したアクション RPG。流星シリーズは遊んだことがなかったので、綺麗な状態でソフトを安く買えて嬉しいです。5本目は、ゲームボーイアドバンス、マリオ&ルイージ RPG。箱なし、取説なし、ソフトの状態は普通です。ネット価格は、620円。購入価格は、140円でした。満足度は、星、2つ。任天堂 3DS にもリメイクされたマリオ RPG の初代タイトル。先に紹介したマリオ&ルイージ RPG2 と同じ店舗で見つけたので、一緒に捕獲しておきました。6本目と7本目は、ゲームボーイアドバンス、ポケットモンスター、ルビー、と、サファイア。箱なし、取説なし、ソフトの状態は普通です。ネット価格は、600円。購入価格は、140円でした。満足度は、星、2つ。店頭にいくつか並んでいたので状態の良いものを捕獲してきました。大体予想はしていましたが、内蔵電池はすでに切れていました。1本目は、ゲームボーイアドバンス、ロックマンエグゼ4、トーナメント、レッドさん。箱なし、取説なし、ソフトの状態は綺麗です。ネット価格は、730円。購入価格は、140円でした。満足度は、星、3つ。流星のロックマンの元祖とも言えるエグゼシリーズ。なんだかんだハマっちゃって、エグゼ1から6まで全てクリアしたような気がします。9本目は、ゲームボーイアドバンス、スーパーマリオアドバンス4。箱あり、取説あり、ソフトの状態は普通です。ネット価格は、1680円。購入価格は、240円でした。満足度は、星、4つ。スーマリ3とマリオブラザーズが1本で遊べる、お得なタイトル。値段は安かったものの、箱や取説の痛みがあり、付属品の E プラスカードも欠品で、ちょっと残念です。10本目は、ゲームボーイアドバンス、ファミコンミニ、スーパーマリオブラザーズ。箱あり、取説あり、ソフトの状態は綺麗です。ネット価格は、900円。購入価格は、240円でした。満足度は、星、3つ。前編の動画でも買っていたファミコンミニのスーマリ。別の店舗で箱付きがあったので捕獲しました。内箱に若干凹みがありますが、それ以外は状態も良いので OK としましょう。11本目は、プレイステーション、ストリートファイター03。
箱あり、取説あり、ソフトの状態は綺麗です。ネット価格は400円。購入価格は240円でした。満足度は星3つ。ソフト自体は持っているのですが、取説欠品だったので、この安く買える完品をビグしておきました。03といえば、アドバンス版のアッパーが気になりますが、良い値段しますね。12本目は、任天堂 Wii、突撃、ファミコンウォーズ、VS。箱あり、取説あり、ソフトの状態は綺麗です。ネット価格は、1028円。購入価格は、490円でした。満足度は、星、4つ。任天堂ゲームキューブで発売された、突撃、ファミコンウォーズの続編。前からチェックしてたソフトなので、半額で買えてめちゃ嬉しいです。13本目は、任天堂 Wii U、マリオ&ソニック、アットソチオリンピック。箱あり、取説なし、ソフトの状態は綺麗です。ネット価格は、1100円。購入価格は、490円でした。満足度は、星、3つ。任天堂のマリオと、セガのソニックがコラボしたオリンピック競技ゲーム。来年に開催される、東京オリンピックの予習にでも遊びたいと思います。続いて本体です。任天堂 DSi。カラーはレッドの光沢仕様。箱あり、取説あり、本体の状態は綺麗です。ネット価格は3000円。購入価格は682円でした。満足度は星5つ。ゲオの値札2980円から、中古本体ゲーム機2000円引き、さらに商品状態により298円引きの、結果682円での購入となりました。DS シリーズでも比較的新しい本体なのに、この値段でいいの?と思い、店員さんに中身を確認させてもらったら、めちゃくちゃ状態が良く、本体も小さい傷があるくらいで、ほぼ備品と言える感じでした。前編で紹介した 2DS 本体と同じく、状態の良い本体でもセール値引きで買えるゲオセールは、やっぱり最高ですね。2代目の本体は、任天堂 Wii U、プレミアムセット、32GB モデル、カラーはブラック。箱なし、取説なし、本体の状態は普通です。ネット価格は、1万円、購入価格は、2292円でした。満足度は、星、4つ。ゲオの値札8480円から、中古本体ゲーム機2000円引き、さらに商品状態により4188円引きの、結果2292円で購入となりました。付属付属品としては、箱と取扱説明書、本体用の AC アダプター、ゲームパッド用の AC アダプター、HDMI ケーブルでした。本体自体は使用感ありですが、ゲームパッドは傷も少なく綺麗だったので嬉しいです。任天堂スイッチが売れている今、Wii や Wii U の中古品は狙い目かもしれませんね。今回のゲオセール、鳥を飾る本体は、ソニー、プレイステーションクラシック。箱あり、取説なし、本体の状態は普通です。ネット価格は、4324円。購入価格は、1980円でした。満足度は、星、5つ。ゲオの値札3980円から、中古本体ゲーム機2000円引き、結果1980円で購入となりました。新品では3990円で売られていて、新品と中古で迷ったんですが、中古ならセール対象、さらに半額で買えるということで、お持ち帰りしてきました。ネットの評判もあって、なかなか手を出せずにいたんですが、セールとはいえ、この値段で買えるなんてめちゃ驚きでした。収録タイトルの中で一番のお気に入りは、グラディウス外伝です。最後におまけとして、お安く売られていたアクセサリーも紹介します。ポケモン GO やスイッチのピカ食いで使える、モンスターボールプラスのハードポーチです。お値段は、新品199円。クリアタイプのケースも同じ値段で売られていましたが、デザイン的にこちらをチョイスしてきました。最近のポケ GO の話ですが、ポケストップから現れるロケット弾が意外に強くて、回復アイテムがほとんどなくなりました。ちなみに、シャドウカビゴンはまだ手に入ってません。二つ目のアクセサリーは、任天堂ラボの、デコルセットです。お値段は、新品100円。任天堂ラボの素材である段ボールに、シールやマスキングテープ、ステンシルシートで自分好みにデコレーションするキットです。元々の値段は1000円くらいなので、値下げ率が半端ないです。おそらく在庫処分でしょう。
スーパーセールが終わった後でも、100円で売られている店舗もあったので、気になる方は探しに行ってみてください。3つ目のアクセサリーは、ニュー 3DSLL 用、セミハードケーススリムです。お値段は、新品100円。ニュー 3DSLL の本体は持ってないのですが、この値段なら、ちょっとしたガジェット用ケースとしても使えそうなので捕獲しておきました。セール中は、ついソフトコーナーに目が行きやすいですが、ケースやアクセサリーのあるコーナーを見ると、たまに掘り出し物もあるので、時間があればチェックしてみてください。いかがだったでしょうか？今回のゲオスーパーセールの感想をまとめてみると、中古ゲーム機の2000円引きが一番激アツな印象でした。個人的には 2DS と PlayStation クラシックがかなりお得に買えて、めちゃ嬉しかったです。反省点を挙げるなら、値下げ率を考えると980円のタイトルをメインにディグすれば、もっとお得に買い物できたなぁ、とか、店内をじっくり隅々まで見るより、欲しいタイトルやジャンルを決めておいて、できる限りいろんな店舗を回った方が、お宝を発見できる確率が上がったのかも、と思いました。あと、動画を出すタイミングが遅すぎたなぁと。セール系は動画の鮮度も大切ですね。今回新企画として始めたゲームディグでは、ゲーム取扱店やリサイクルショップでディグしてきたお宝を紹介していこうと思います。もし興味のある方は、次回の動画も見てもらえると嬉しいです。最後までご視聴、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と評価、よろしくお願いします。